チャンも殺すために動き出した。パーティーの時ディナーの前にこっそり花のグラスをチョウに取り替えたってことか。君は最後のアイビー殺す、おそらくラジコンヘリかなんかで。テグスを結びつけたラジコンヘリを窓から侵入させて、トリックを実行に移す直前にテグスを結びつけたワイヤーを手繰り寄せてやれば、ワイヤーの輪で作ったロープウェイの出来上がりだ。必要なワイヤーの長さは100m×2、200m。あとはシンの死体を窓から外に放り出せば自動的に。ワイヤーをつなぎ目から切って回収する。